算数図形。知ってる人は3秒で解ける面白い性質、おまけ問題付きです。では始めましょう。図のような直角三角形 ABC と3つの半円を組み合わせた図形で、色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。これはヒポクラテスの三日月と呼ばれる有名な図形で、色部分の面積は三角形 ABC の面積と等しいです。よって 6×8÷2 で24平方センチメートルが正解となります。詳しく説明します。色部分の面積は上の2つの半円と三角形 ABC の輪から大きい半円を引くことで求められます。これを式にすると上のようになりますが、青部分と紫部分が打ち消し合って消えるので、直角三角形の面積と等しくなります。おまけ問題です。図のような正三角形2つと正方形1つの面積の総和を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。